それでは今回は右手の爪について話をしていきます。スラム奏法はですね、爪を使いながらガシガシと、こんな感じで弾いていきますので、爪に対する悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。爪を強化する方法を今回いくつか説明をしていきます。ただこれはかなり個人差があると思います。地爪のままでもですね、何もしていない、そのままの爪でも問題を感じていないという方も結構います。おそらくそういう方はですね、もともと爪が強いというのと、弾く時の爪にかかる力が優しい弾き方をしているという方だと思います。 一方で僕はですね、もともと爪が弱くて柔らかくて、かつガツンとした弾き方が、こうガツンと引くのが好きなので、どんどん爪がすり減っていってしまうことがスラム奏法を始めた時に悩みでした。この動画はそんな僕と同じような悩みを持つ方に向けた動画となっています。それではまずはどんな爪の強化方法があるのか、種類をですね、ざっくり説明していきます。後で一つ一つの特徴は詳しく説明しますので、まずは大まかな種類の理解をしていただきたいと思います。大きく分けますと、付け爪系と地爪強化系のものがありまして、 付け爪系の中にははままずはフィンガーピックが挙げられますこういう感じのやつですね知っている方も多いかと思いますが指にはめて使うタイプのやつですそれともう一つの付け爪系はネイルチップといいましてこういう感じのものなんですがプラスチックの爪をですね直接地爪の上に貼り付けて使用するタイプのものがあります そして、付け爪系に対しまして、地爪強化系のものがありまして、こちらはですね、爪の上からマニキュアみたいな感覚で塗って爪を強化するというタイプのものですね。こちらはジェルネイルとカイナのザ・ギタリスト、そして別枠でグラスネイルと挙げていますが、ざっくりの理解としてはですね、グラスネイルかその他の商品かで大きく分かれてきます。強度耐久性がかなり大きな違いとなっています。この他にもプロのネイルサロンでお願いするという方法もありますが、今回はセルフケアですね、自分でできることに焦点を当てて説明を進めていきます。 次に演奏性、耐久性、メンテ、コスパといった観点で比較した一覧をお見せするとこんな感じになります。今パッと見ておいて知っておいていただきたいのは全て丸になるものというのが存在しないんですよね。つまり全員に対してこれを買っておけば大丈夫ですという商品があるわけではありません。それぞれ良い,い点、悪い点がありまして、で、それを踏まえてどんな人におすすめなのかというのがそれぞれ違いますので、そういった観点でこれから一つずつ説明をしていきます。 これらの商品はですね、概要欄に Amazon のリンク貼っておきますので、商品の詳細を知りたい方はそちらから見てみてください。まずはフィンガーピックから説明をしていきます。フィンガーピックと一言で言ってもですね、いろんな種類があります。樹脂製のものだったり、金属製のものだったり、そして形状がちょっと特徴的なアラスカピックと呼ばれるようなこんなタイプのものですね、もあります。そしていい点としてはですね、こちらにたくさん書いてありますが、強度耐久性がいいですし、メンテも基本的には必要ないですし、コスパもすごくいいですし、 付け外したりするのもすごく楽ですし、で、地爪はですね、自由な長さにできますので、伸ばしたりする必要がないと、たくさんいいところがあります。一方で、悪い点と言いますか、懸案点として、どうしても地爪とはかなり感覚が違いますので、慣れるのに時間がかかるというのがまず1点ですね。そして2点目に、先ほどのフィンガーピックと地爪とは感覚がかなり違うということに付随して、練習でもライブでも、いつでもフィンガーピックが欠かせなくなるというところですね。 僕は意外とこの点が大きくてですね、先ほどの慣れるのに時間がかかるという点は逆を言えば慣れてしまえば大丈夫なので、淡々と練習するのみでそんなに大きく気にしませんが、これがないとうまく弾けないというのは精神的な不安要素になるなというのが僕が一番気になるところですね。ただ人によってはですね、爪の状態に左右されないので、逆に安心だと感じる方もいると思います。 あとはですねボディーヒットに制限が出てきます特に親指のサムピックをしてしまうと親指のボディーヒットこの音が使えなくなりますねですのでこういう弾き方であったりとかこういう弾き方であったりとかこんな感じで。 親指のボディヒットを使ううという弾きき方がでななくなります今のボディヒットをですねこのサムピックをつけた状態でやろうとするとどうしてもですねこの先の部分がボディに当たってしまって、まあ、うまく鳴らすことができませんただこの指の腹の部分でですね弦をアタックすることはできるのでこんな感じでですねあの指の腹で弦をアタックするっていうので代用することはできると思います そして大体の方はですね、人差し指、中指、薬指あたりが爪の減りが早いと思いますので、ここだけにフィンガーピックをつけるという手段もあります。フィンガーピックはですね、こっち向きが正解らしいので、要注意ですね。これを中指、薬指にもつけると。で、ボディをですね、指の腹で叩くような弾き方ですね。こういう弾き方も、あの、できなくはないんですが、かなりカツカツとした音になります。で普通に弾く分にはですね、 パームもシュバーアタックもできると思います。シュバータックはちょっとカツカツとした音となりますが、これは練習次第でクリアできるレベルだと思います。以上の点を踏まえまして、おすすめしたい方としてはですね、なんといってもこれから先はフィンガーピックメインで演奏をするんだという覚悟のある方ですね。最初はどうしても違和感ありますので演奏性罰としていますが、練習次第ではどんどん丸にしていくことができますので、覚悟を決めて根気よく練習していくのみですね。 そして他には普段は爪を自由な長さにして気軽に爪を付け外しして引きたい方ですね。ものの10秒で脱着できてしまうので、これは他の選択肢にはないとても大きなメリットです。逆に先ほど覚悟がある方なんて言葉使ったんですけれども、簡単に付け外しできますので、まずはこれ買ってみて試してみてから合う合わないを考えるというのもありだと思います。ただ最初から引きやすいということはないので、あのこれだけ頭に入れておいてください。次にネイルチップです。ネイルチップというのはこういうものですね。 演奏性はですね地爪に近い感覚で弾くことができますのでフィンガーピックに比べると断然慣れるのは早いですそして強度だったり耐久性も十分にありますそしてこちらもですねあの地図爪は自由な長さにできるといったところがいい点ですね一方で使い方としましてこちらのネイルチップをですね爪の上につけていくんですがこの時にですね専用の両面テープみたいなものがありますのでこちらで貼り付けていきます そして先端をですね、カットしたりとかヤスリ掛けをして自分に合った長さ形を整えるという作業が必要になります。慣れた状態でもやっぱり5分10分程度はかかってしまいますね。そして基本的にはこれは1回使い捨てです。両面テープがかなり強力でネイルチップからうまく剥がれてくれなくてですね、まあただ再利用するのにはもうそんなに粘着力も残っていないという状態ですね。で、一般的な両面テープだと弱すぎて演奏ですぐにずれてしまいます。 耐久性の観点でもですね、これ何回も繰り返し使うほどネイルチップには耐久性はないといったところで、基本的には一回使い捨てで、毎回の爪を整える作業が必要と考えておいてください。ですので、毎回のこの5分10分の作業というのが一番のネックです。まあ大した時間じゃないと思うかもしれませんが、やはり練習のたびに毎回つけなきゃいけないとなると結構面倒で、ちょっとだけ練習したい時にすぐできないとかですね、ギターを弾く心理的な壁がちょっと高くなってしまうのが最大の欠点ですね。コストはこの中ではそこそこの部類となります。 ですので、おすすめしたい方としてはですね、まずギターが弾きやすい長さまで爪を伸ばすことができないという人ですね。ただ爪が弱いということであれば、次から紹介する実名強化系が選択肢に入りますが、そもそも自分が伸ばしたいところまで仕事だったり日常生活の都合上伸ばせないということであれば、こちらは強力な選択肢となります。 別に爪が短くてもですね、引きやすければこれだけ長くしなきゃいけないとかはありませんので、あくまでも自分の中でベストな爪の長さまで伸ばすことができないという意味ですね。僕もですね、そこまであの爪は長くしていません。そしてその上でフィンガーピックは合わないなぁと感じている方です。そして最後に練習のたびにつけるという作業が奥ではない方ですね。まあ僕も半年ぐらいはこれ毎日やってましたので、できないということは全然ないと思います。 そしてここからは地爪強化系に移りまして、まずはジェルネイルだったり、カイナのザ・ギタリストですね。これはですね、演奏性は地爪に塗ってますので、ほとんど地爪で弾いてる感覚そのままに弾くことができますので、丸としています。そしてオ,ンオフ作業ですね、塗ってそれを落とすという作業。これがですね、まああくまでグラスネイルに比べるととなりますが、こちらの商品の方が簡単にできます。 そのオンオフ作業の概要を簡単に説明しますと、塗るときはですね、この蓋の先端が刷毛になってますので、直に塗って、デザギタリストは自然乾燥ですね。ドライヤーとかで早く乾きます。ジェルネイルはこんな感じの UV ライトに当てると早く乾かすことができます。厚さが欲しい場合はこれを20、30と塗り重ねていきます。だいたい数分あれば先ほどの方法で表面は乾くんですが、中まで完全に固まるには結構時間がかかるので、ギターを弾くのには2時間ぐらい置いた方がいいと思います。 そしてオフするときはですね、ザ・ギタリストの方は一般的なネイルのリムーバーをコットンにとって拭き取るような感じでオフしていきます。 ジェルネイルはもうちょっとめんどくさくてですね、コットンにアセトン入りのリムーバーを浸して爪の上に乗せて、その上にアルミを巻いてですね、それぞれの指に巻いて、何分か待つといった感じの落とし方が一般的ですね。ジェルネイル落とし方で検索するとたくさん出てきます。今の方法は次に紹介するグラスネイルも同様の手順で落とすんですが、僕はですね、もう少し時間を短縮できる落とし方を見つけたので、この次の次くらいの動画で専用の解説動画を作ろうと思います。興味あれば見てください。 そして作業にかかる時間で言いますと、作業と言っているのはオンオフの一連の作業で、古いのを落として新しいのを付け直すという作業の合計時間ですね。合計時間で、ザ・ギタリストの方で言うとまあ大体30分くらい。ジェルネイルは落とす時間がかかる分で、まあ大体40分から1時間くらいかかると思います。そして割れとか剥がれが発生しなければ爪が伸びきるまで使えますが、1週間くらい経つと爪の根元の部分が1、2ミリ伸びて段差ができてきます。 その程度であれば、低分には支障はありませんので、見た目を気にしなければ、まあ大体2、3週間ぐらいが塗り直し目安。見た目を気にするのであれば、1週間ごとの塗り直しがベストだと思います。ただし、割れや剥がれが発生しなければと付け加えましたが、強度耐久性に懸案があります。僕のこちらの表の中でもですね、評価をバツとしてまして、悪い点に挙げています。というのも、僕のストローク強度だと、1時間ぐらい練習をするとザ・ギタリストは割れて剥がれてきますし、ジェルネイルの方は弦の力に負けて形状がどんどん変わってきます。 ただこれは僕の弾き方にも問題があると思ってます。結構ですね、こうガツンと弾いてしまいますので、人よりストロークの力がだいぶ強いです。当然優しく弾けばそんなことにはなりませんし、アルペジオであれば全然問題ありません。ですので、 おすすめできる方としましては強いストロークをせずにあくまで優しいストロークが中心の方であったりもしくはストロークというよりはアルペジオ中心の弾き方をするという方に対しては十分おすすめできる商品だと思いますそして最後はグラスネイルですこちらはですね押尾幸太郎さんをはじめとするプロのフィンガーギタリストたちもご用達の商品です やはりなんといっても強度耐久性がしっかりしていることが一番の特徴だと思います。しっかり塗り重ねて厚みを持たせれば僕のように強いストロークで引き続けてもビクともしませんし、それを何時間もそして何日間も引いたところで全く問題なく使い続けることができるほど強いところが特徴です。ただ一方でオンオフ作業が先ほどの商品よりも大変です。塗る方はですね、こちらの粉と、こちらの液体を使いますが、こちらの液体の容器の蓋が刷になってますので、 液体がついた状態でこちらの粉につけて爪に塗っていくという作業となります。そしてその後に固まるのを促進させるためのこういうスプレーがありますので、こちらをですね、爪に吹きかけて固めるというのが1セットになってまして、これを3、4回繰り返すことで厚みを出していきます。 そしてオフするときはですね、ジェルネイルのところで説明したのと同じ方法ですが、こういう専用のリムーバーがありますので、こちらをコットンにつけて、で、コットンを爪の上に乗せてですね、アルミを上から巻いて5分くらい放置してというのを何回も繰り返してだんだん落としていきます。先ほども言いましたが、もう少し早い落とし方は後日動画に上げていきます。 このオフして再びオンするという一連の作業がですね、塗るのはジェルネイルよりも塗りにくいですし、落とすのもジェルネイルよりなかなか落ちてくれません。ですので、薄塗りの場合でも1時間程度、厚塗りの場合だと長くて2時間ぐらいはかかると思います。ただ、落とす時なんかは待ち時間も多いので、テレビだったり YouTube だったり見ながら作業はできます。そして、強度耐久性は十分なんですが、根元部分はですね、どうしても爪が伸びてきます。そして、硬いがために、爪の動きにですね、グラスネイル追従せずに、 爪の根元からですね、だんだん剥がれが進行してきます。ジェルネイルは爪が伸びても張り付いたままこの上にどんどん上がっていくようなイメージなんですが、グラスネイルは爪が伸びると根元からこう剥がれていくようなイメージですね。ただこの爪の根元の部分だけを補修していけばですね、2週間とか3週間とか、もしくはそれ以上持たせることが可能だと思います。なかなか見た目を綺麗に補修するの難しいので、まあやはり見た目含めて万全の爪を保つのであれば、週1ぐらいでオンオフ作業するのが理想じゃないかなと思います。 そしてこの中では一番コストもかかりますスターターキットみたいなもので1万円ぐらいかかるので毎週塗り直すとです、ね、このセットでまあ2ヶ月持たないぐらいじゃないかなと思いますそして周辺商品もいろいろありましてコーティングだったり保湿オイルだったりというのもあるので、まあ、月6000円とか7000円とかのオーダーになってくると思います一方でジェルネイルはものにもよりますがだいたい月2000円からまあ高いもので4000円程度かなとネイルチップも毎日やるとなると月4000円ぐらいのオーダーになってくると思います でフィンガーピックはで1,000円、ね、もあれば指全部揃ってそれで何ヶ月もずっと使えるので飛び抜けてコスパがいいですね。 以上のことを踏まえまして、グラスネイルをお勧めしたい方としましては、やはりメンテだったりコストが欠点ですので、その辺を許容できる方ですね。そこさえ許容できれば、一番演奏性だったりとか、そして強度耐久性の高い爪を手に入れることができますので、演奏目線で考えると一番お勧すすめできます。僕自身もこのグラスネイルを使っていますが、実は先ほど紹介したようなメーカー推奨の一般的な使い方ではなくて、ちょっと変わった使い方をしています。 この辺の具体的な使い方の話はですね、次の動画で詳しく説明しようと思いますが、グラスネイルに対して気になる点があったのでそういう使い方をしていますので、ここではその気になった点というのが何なのかを紹介しておきます。全部で3点ほどありまして、まず1点目はですね、爪が硬すぎるが故に、僕の弾き方だとですね、音が結構キンキンするのが気になりました。 金属同士が当たるのに似たようなキンキンとした音質になるというところですねそれがまず1点目ですそして2点目はですねこれも爪が硬すぎることが要因なんですが衝撃に対しては結構爪が割れやすいですある程度弾力性のあるものの方が割れにくいですねゴムボールなんかを イメージしていただきますと、ゴンボールって柔らかいんですが、高いところから落としても割れませんが、一方でガラスのボールだと高いところから落とすと、簡単に割れてしまいますので、衝撃に対して割れやすいというのはそういうイメージですね。もちろん相手が弦であれば全く割れることはないので、ギター弾いているときは問題ないんですが、日常生活で何か硬いものにカツンとぶつけたりすると、結構簡単にヒビが入ります。僕の場合は、2、3日で何かしらの表紙にヒビが入るという感じでした。それが2点目です。最後3点目はですね、見た目がちょっと不自然でした。先ほどのヒビが発生した場合もそうですし、そうでなく もですね結構塗る時に気泡が入りやすかったりとかギター弾いた後は弦が当たる部分だけ白っぽくなったりしましたまあ僕のやり方にも改善の余地あったかもしれませんが見た目がちょっと不自然になるというのが3点目ですね以上の3点が気になりましたのでグラスネイルのラインナップにある商品は使ってるんですが自己流のやり方で爪を作っています今もそれをしている状態で爪もちょっとアップで見せますとこんな感じになってまして今 塗ってから3日目ですね3日目ですのでギターの練習もしてますし日常生活もこなしている状態ですが結構自然な爪に見えるのではないでしょうかこれで強度も全く問題なく音質は柔らかく日常生活でも割れにくい爪を作ることができていますただあくまでメーカー推奨のやり方ではないのでつまり何かあっても自己責任になってしまいますのでそこをですねしっかりご認識いただいた上で気になる方のみ次の動画でその辺を参考にしてみてください はい。それではこれまで説明した一覧がこちらです。重要な部分だけおさらいをしますと、フィンガーピックはですね、感覚をつかむところから始める必要がありますので、慣れるのに時間がかかるという点。そして、演奏するときにフィンガーピックが必須になるという点ですね。 そして指にはめる都合上、ボディヒットに制限が出てくるという点です。そこは認識が必要ですが、一方で耐久性もメンテもコスパもすごくいいので、一度やってみる価値は十分にあるかと思います。そしてネイルチップは毎回の練習のたびに作業が発生するところが一番のネックで、それ以外は弱点の少ない選択肢となっています。爪をギターが弾きやすいところまで伸ばすことができないという方であったりとか、そしてその上でフィンガーピックはどうも合わないなと感じる方におすすめです。また爪の長さに関わらずですね、この毎回の オンオフ作業が特に億劫ではない方はこちらで強化するのがおすすめです。そしてカイナのザ・ギタリストだったりジェルネイルは強くストロークすると剥がれてしまったりとか変形してしまうぐらいの爪の強度ですので強いストローク演奏をしない方であったりとかアルペジオ中心の演奏方法の方にはおすすめです。そしてグラスネイルはオンオフのメンテ作業が大変でコストも一番かかってきますのでその辺が許容できる方には一番おすすめできる爪の強化方法となっています。 ただいくつか気になる点もありましたので、僕はグラスネイルを我流の使い方で爪を作っていまして、その辺は次の動画でということでした。はい、この動画は以上となります。僕もまだまだ知らないことたくさんあると思いますので、もっといい方法を知ってるよという方はですね、ぜひコメント欄で教えていただけると大変ありがたいです。その他、わからない点や疑問点などもコメントいただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。